おはようございます。セブライフの友です。豚のね、出荷前の豚のバイヤーが決まりました。ありがとうございます。ということで、以前ね、バイヤーが来たんですが、言葉が通じなくて、プラス、まだね、小さいということだけは理解して、小さいということを言い残してね、帰っていってしまったバイヤーの方がいたんですが、先日ね、義理の父が、お話、大きな豚だけでもね、買ってくれないかということでお話に行くと、95キロ以上の豚がいれば、数匹でもですね、数頭でもいれば、その分ね、買ってくれるということになりました。はい、まあ、バイヤーが決まったんですが、95キロ以上の豚がね、いるかどうかは分かりません。この子大きいですね。まあ、いるかどうかは分かりませんが、バイヤーが決まったのは嬉しいです。はい、で、マニラの方に送るらしいんですが、ここの村町でですね、豚を今売るとなるとですね、1キロあたり200円ぐらいなんですが、そこのね、バイヤーさん、マニラの方に送るバイヤーさんは210円、キロあたり210円で買い取ってくれるそうです。なので、1キロあたり10円の差があります。大きいですね。とてもありがたいです。はい、なので、まあ、100キロのね、豚を売ったとすれば1000円の差があるのかな。とても大きいですね。はい、ということで、バイヤーが決まりましたということでですね、また体重を測って、報告してくれということで、早くてですね、もう明日体重測って言ったら、もう明日にはですね、自分たちで95キロ以上あれば、自分たちでですね、オークションマーケットというところ、豚のね、正確な体重を測るところですね、そこに運んで、それで出荷という形になります。はい、なので、早くて明日にはですね、もう、95キロ以上ある豚がいれば出荷になりそうです。はい、おそらくいないかもしれませんし、まあ、いても2、3頭かもしれません。はい、まあ、ただね、生後、生まれてからもう6ヶ月ぐらいですね、餌をパクパク食べてきたので、大きな豚は95キロ以上あると信じています。はい、それではね、また午後、またこの後、体重を測るので、夕方にですね、体重を測る時のね、動画、何キロあるのか、アップできればと思います。はい、それではご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録、動画の高評価、よろしくお願いいたします。それでは、終わり。